ルイス・ギジェル・モソリス・リベラはコスタリカの政治家。2014年から2018年まで同国の大統領を務めた。中道左派の市民行動党、PAC 所属。2014年の大統領選で第一回投票で2位につけていたサンホセ市長のホニー、アラヤ・モンヘが選挙戦から撤退したことから守備よく大統領の座を手にした。学会や政界に長く身を置き、 ついには、PAC 党員として、コスタリカ発の大統領となった。サンホセで、無学の靴屋の父フレディソリス・アベンダーニョと教員の母、ビビエン・ネ・リベラーレンのもとに生まれた。ルイスの両親は、トゥリア・アルバに住んだことがあったため、多くのトゥリア・アルバ市民は彼を、トゥリア・アルバ人と捉えている。一家は、アフリカ系カリブ人と中国人の血を引いており、先祖は1900年代初頭に、 ジャマイカからコスタリカに移住してきた。ソリスはサンホセ郊外のサンペドロでモンテスデ・オカト・クリダバトで育った。進学先のサンホセのメソジスト系高校では生徒会長を務めた。コスタリカ大学では歴史学を学び、1979年に優等で卒業した。その後、ニューオーリンズにあるテュレーン大学からラテンアメリカ研究の修士号を取得した。 ソリスは様々な学術職や古文職を転々とした。1981年から1987年までコスタリカ大学の助教授であった。それに加えて1983年から1985年にはフルブライト奨学金を得てミシガン大学で学んだ。この間、ソリスは当時のオスカル・アリアス政権で働き、 最終的に平和和会センターの所長となった。1992年から1995年には国連学術審議会に勤めた。1999年以降はフロリダ国際大学に司法行政センターのコーディネーターやラテンアメリカカリブ海研究センターの研究員として在籍し、ラテンアメリカの政治的、社会的出来事を分析した。ソリスは 作家としても国内外の情勢に関する多くの随筆や著書を刊行している。特に市民社会や国際関係、貿易に焦点を当てた執筆活動を続けてきた。コスタリカ大学在学中の1977年、ソリスは国民解放党に入党した。外務省ではオスカル・アリアスの顧問として、後にアリアスがノーベル平和賞を受賞するきっかけとなる。 エスキプラスは平協定に携わった。ポーランドズウォティでは国際関係部長を務めた。2002年、ソリスはロランド・ゴンサレス・ウジョアの後を継いでポーランドズウォティの幹事長となった。しかし翌年にはアルカテル・ルーセントの汚職事件に多くのポーランドズウォティ首脳人が関与していたことに失望したと表明して辞任した。2005年に党内で選挙が行われた際には 多くの元ポーランドズオーティ党員と共に、同党の不正行為や汚職を非難した。ソリスは、ポーランドズオーティの指導部を、ナポレオン的、反民主主義的と呼ぶまでになった。そしてポーランドズオーティから正式に離党し、学会に戻った。2006年の総選挙が終わると、市民行動党の派閥内で、ソリスの名が取り沙汰され始めた。それは、特に、コスタリカ国立大学の元、 副学長、アルベルト・サロム・エチャベリアが率いる PAC 党員の非公式な会合で顕著だった。PAC の創立メンバーの一人で大統領選に3度立候補した経験のあるオットン・ソリスは、ルイス・ギジェルモ・ソリスを2010年の副大統領候補として立候補させることを提案した。しかしルイスは、イベロ・アメリカ事務局に勤めており、 セギ部の職員が選挙に関わることは認められていないとの理由でこの申し入れを辞退した。2009年にソリスは PAC に入党し、2010年にはエチェベリーアの会合にも参加するようになった。PAC の指導者、マリア・エウヘニア・ベネガスはソリスのポテンシャルを認め彼を昇進させるよう党内で働きかけた。ソリスは地方の PAC の指導者と会うため、 何度か全国を暗夜した。大統領選挙のため演説する、ソリス2012年11月27日、ソリスは大統領選への立候補を表明した。PAC 党内の予備選では、エプシキャンベル・バーや、フアン・カルロス・メンドー・ガルシア、ロナルド・ソリス・ボラーニョスらと争ったが、全体の35%の票を得て勝利した。ガルシアとの得票差はわずか110票であった。 2013年10月、ソリスは副大統領候補にエリオファージャスト、アナエレーナチャコン・エチャベリアを選んだ。彼は、政策目標の中で、汚職を一掃し、インフラに大規模な投資を実施し、コスタリカの国民みな保険や社会保障制度を手こい入れすると主張した。また、コスタリカが環境保護に手厚い国であり続けるために、継続的な取り組みを行うとも約束した。 経済では新しい自由貿易協定にブレーキをかけ、現在の自由貿易協定を誠実に履行すると表明した。したがってソリスはコスタリカの労働組合から非常に大きな政治的支援を受けた。2014年2月2日の選挙でソリスは30.95%を得票し勝利した。ポーランドズモティのホニー・アラヤ候補は29.95%の 票を得て2位となった。ソリス票のほとんどは、サンホセ州、アラフエラ州、エルディア州、カルタゴ州の中央盆地諸州に集中していた。ソリスの当選を祝い、陶器を振る PAC 党員投票総数の40%以上を獲得した候補者がいなかったため、憲法の規定によって4月6日に第2回投票が行われた。これに先立つ3月5日に、アラヤは、 彼がソリスに対してかなりの劣勢にあるとする世論調査が発表されたことを受けて選挙戦から撤退すると表明した。しかし、コスタリカの法律では決選投票はそうした場合でも行われなければならず、その結果ソリスは全体の77%以上の票を得て自由選挙としてはコスタリカ史上最大の得票差で当選した。この時は、 1> 第1回投票とは異なり、プンタレナス州、リモン州、グアナカステ州を含むすべての州で過半数を得票した。ポーランドズ・ウォーティ、または現在のプスク以外からの大統領は66年ぶりであった。ソリスは選挙の直後、コスタリカの投票者に謝意を表した。アメリカ合衆国のジョン・ケリー国務長官やエクアドルのラファエル・コレア大統領、 メキシコのエンリケ・ペーニャ・ニエト大統領、ベネズエラのニコラス・マドロ大統領、ボリビアのエボ・モラレス大統領、フランスの外務省報道官などからは、祝電が届いた。アラヤは、ソリスの勝利を祝福するとともに、国民の団結を訴えた。大統領に就任した、ソリス大統領就任を1週間ほど後に控えた2014年4月、ソリスは、組閣を発表した。 ソリスの内閣は、ほとんどが、PAC 党員と無党派の市民で構成されていたが、社会キリスト教統一党の党員も2名加わった。アベル・パチェコ政権の構成省だったマリア・デル・ロシオ、サエンスは、社会保障庁長官に、同じく元構成省である、デリア・ビジャロボスは、社会的保護評議会の議長に就いた。2014年5月8日、ソリスは、 ファンファーレの中で大統領に就任した。ラザバナメトロポリタン公園で行われた就任式には、スペインのフェリペを対し、ボリビアのモラレス大統領、エクアドルのコレア大統領、米州機構のホセミゲル・インスルサ事務総長など、80カ国以上からの代表が出席した。ソリスは、コスタリカの言葉で、私は草が伸び放題の農場を引き継いだと述べ、 経済成長が生み出した所得の格差や貧困を指摘した。過去には二つの異なる経済が生み出された。一つは非常にダイナミックかつ近代的で一般的に国際市場に開かれたものである。この経済においては新たに雇用が生まれる可能性は限定的である。もう一つは伝統的な経済でそこでは中小規模事業者を中心に 多くの低賃金雇用が創出される。ルイス・ギジェルもソリス救済策2014から 2018PAC の大多数の党員と同じようにソリスは進歩主義者を辞任している。ソリスの救済策には彼の政治信条の要点が述べられている。この文書では主に反腐敗、経済成長、所得格差の是正の3点に焦点が当てられている。 ソリスは、新自由主義経済はコスタリカに大きな所得の格差をもたらしてきたと主張する。これまでの政権は大企業や高所得者に対する課税を避け続け、結果として財政赤字を招いたが、自らは適正な法執行によってこの事態を解決すると説く。ソリスによれば、銀行は貧困層の所得上昇を犠牲にしてまで輸出を奨励すべきではない。 女性は高収入の職業に就く機会が昔から男性に比べて限られているので一般的に経済の自由化に伴う悪影響を受けやすいと彼は考えている。ソリスは環境保護活動を支援している。彼はコスタリカが環境保護の意識を失ってきたと思っている。例えば水資源は民間の開発や失勢から守られねばならないと考えている。実際に 全国の多くの自治体で、そうしたことが原因の水不足が発生してきた。水資源管理法の違反者を起訴するとも主張している。加えて、ソリスは、LGBT の権利向上を支持している。2014年5月の国際反ホモフォビアの日には、同性愛者の尊厳を示すとして、大統領官邸にレインボーフラッグを掲げさせた。ソリスは、カトリック信徒である。 大統領候補として、コスタリカの守護聖人である天使の少女が安置された天使の聖母聖堂を訪れたこともある。この聖堂は多くのコスタリカ人や観光客にとって伝統的な巡礼地となっている。コスタリカではカトリックが国家の公式宗教とされているが、彼は政教分離を支持している。倫理的な問題との関連では、彼はシビルユニオンや 体外受精をも支持している。メルセデスと並ぶソリスメルセデスペニャスドミンゴと結婚し、6人の子供がいる。ペニャスは以前にソリスのアドバイザーとして活動したいという希望を述べた。ソリスは彼女を地味にクリケットと呼ぶ。公務や研究活動の傍ら農場経営も行っている。ありがとうございます。